じゃあ大谷様から次取り組みについて紹介していただきますので私の共有一旦止めますはいえと改めましてえっ、ー、と今日直井さんと同じお部屋からにお邪魔して一緒にあのお話しさせていただければなと思ってるんですけど東急不動産の大谷と申しますよろしくお願いいたします、えー、さっきあの、えー 直井さんの,あのお話の中でもあったんですけれどもあの今画面に出てる東京ポートシティ竹芝っていう物件のです、ね、運営の担当をしておりましてであの太田さんと直井さんがあのここの物件にあのお勤めをいただいてたっていうところの経緯の中であの本当にこのロボットフレンドリーの,あの取り組みをしてるんですっていうお話をです、ね、まさに物件の中で。 の会議室で,です、ね、お話を伺って、であのあもうぜひ広げていきましょうみたいなことで,です、ね、盛り上がってです、ね、あの飲食店舗さんとかにもお声がけいただいて、今、竹芝のビルの中でもロボットフレンドリーのシールを貼っていただいているというような。 あの感じですねなのであのこれからもちょっといろいろロボットのお話とか是非一緒にさせていただければななんていうふうに思っているんですけれどもえっと私の方からは今日はあのちょっとお時間をいただきましたのであのこの竹芝のビルを使ってですねあの東急不動産としてもいろいろロボットの活用みたいなことをですねあのまあ 未来の,この施設運営の在り方の一つとして、やっぱりロボットが活躍する未来っていうのは必ず来るだろうなというふうに思ってますので、まあ、そのあたり、あのこの竹芝のビルを使ってこう、どんなことを取り組んできて、まあ、今、どんなふうな壁というか、どんなところが見えてきて、どんなところに壁を感じてるのかみたいなお話をちょっと簡単にさせていただければなと思って、お時間をいただきました。よろしくお願いします。 簡単に物件紹介みたたいいなののをままずさせててだければと思ってます。この東京ポートシティ竹芝っていうオフィスタワー40階建てのオフィスタワー真ん中のですね、そのオフィスタワーとそれから隣にレジデンスタワーって18階建ての住宅部分もあるんですけれども、まあ、このオフィスと住宅とっていうのが、えー、並列した複合的な開発になってましてあの場所は浜松町駅から徒歩、まあ、5分ぐらいですかね歩いて。 の場所になってます。で,、まあ、なんでロボットかあの,の話を東京不動産がやってるのっていうところで本当にあのテクノロジーを生かしたまちづくりっていうところが、まあ、この東京ポートシティ竹芝の,あの、まあ、プロジェクトの一個大きなテーマっていうふうになっていてでその中であの先ほどちょっと申し上げましたけど えとその未来の施設管理の中でロボットの活用って絶対出てくるよねっていうところがあったので、まあ、この東京ポートシティ竹芝を本当にこう実証実験の場みたいな形であの活用しながらあのロボットのこう、まあ、管理面での活用方法っていうのを検討していこうというところであのこのロボット活用の取り組みっていうのを我々としても取り組ませていただいているっていうところになります。 まあ、ロボット活用の取り組みみたいなところのお話を少しだけさせていただ,させていただこうかなと思ってます。で、あの、我々の目線で、このロボットの活用の取り組みってどういうふうに、まあ、ど,どんなことを目的にして取り組んでるのっていうところなんですけれども、さっき、あの、太田さんが一番最初におっしゃっていただいた、その2つのなんかロボットとの関わり方っていううちの、左側に書いてあった1個目の方の多分、あの、 管理とかスタッフとしてのロボットっていうところがまさにあの取り組んでた我々として取り組むべきところなのかなっていうふうにお話聞いてても伺ってまあの思ったところでしてあの下のまあ目的っていうところに書いてありますけれどもあの東京ポートシー竹芝は本当に実証実験の場にしてであのロボット活用の考え方ですねでそのロボット活用の考え方って具体的に何っていうとあの、まあ これからその本当どんどんと労働人口が減っていくっていう中で、まあ、人の代替としてのロボットみたいなところもやっぱり考えていかなきゃいけないので、管理の効率化であったりとか、まあ、本当にあとは管理に関わる人件費の削減みたいなところをです、ね、あの可能性があるのかないのかみたいなところも含めて、あの我々として取り組ませていただいているっていうようなところになります。はい で実際にあのこの物件で今動いているロボットを少し紹介させていただくと警備ロボットをまず動かしてますでシークセンスさんっていう会社の SQ2 っていうロボットなんですけどこのロボットは多分結構いろんなビルでもなんか動いているのであの詳しい人からするともしかするともうそんなに珍しくもないのかなっていう気もするんですがあの業務としては本当に警備の。 あの巡回業務っていう、まあ、いわゆる、まあ、見回りですね巡回業務を、えっと、このロボットでやったりとか立証業務って言われるのは、うんとまあ、あの固定したある地点に立って、まあ、あのずっとこう干渉するというか何か起こらないかっていうのを見張ってるっていうような業務になりますで、えっと、特徴としてはこのロボットこう事前にあの図面を読み込ませてマッピングをしておくことで えっと、ここのの巡回業務っていううを自動でで行うことができますそれからあのポイントっていうのも設定しておけばあ,のある決められたポイントで、えっと、止まって立証業務に切り替わるっていうようなことも実際にできますしあと、えっと、充電ステーションみたいなのもあるんですけれども、まあ、そこに自分であの充電がなくなるとこうとことこう戻っていってですね自分で接続してあの充電されてまた復活して えー、巡回業務を始めるみたいですねあの動かすところに本当に人の手がかからないすごくあの管理のしやすいロボットだなっていうふうに思ってます。で一個特徴はさらに特徴として、まあ、物件とのまあ紐付けみたいなところなんですけどあのエレベーター館内のエレベーターと,、えーとこのシークセンスの SQ2 を連携をさせていまして。 自分このロボットが自分でエレベーターを呼んで、であのエレベーターが来たら乗車をして、で行きたいフロアを選択をしてであの、そこのフロアに着いたら自動で降りるというようなこともあのできるようになっています。ちょっとあの、まあ、仕組みって、まあ、本当に簡単なものなんですけど、先ほど言ったように、あのまあ、エレベーターの、えっと、メーカーさんのプラットフォームを活用して、 メーカーさんのプラットフォームとロボット側であの通信をしているというような形になりますけれども、本当に、えっとまあ、呼びたいエレベーターの前にロボットが行って、そこから通信を開始したいで。エレベーターが空いてれば、そのエレベーターが呼び出しに応じて降りてきて、でカゴが開いてで、ロボットがそこにあカゴが開いたなっていうのをまた検知して、とことこ乗って、で無事に乗れたよっていうのが、えっと、また通信をしたら、うんと 扉が閉まって行きたいフロアまで行けるというようなあのそういう形で、うん、となのでこの SQ2 のロボットはあの自動であの動いて止まるだけじゃなくって自動で自分であのフロアも移動して巡回警備も今やってもらってるっていうような形で本当にあの活用の幅が広いなというふうに感じてます。 それからですねあの、清掃ロボットっていう形で、あのもうソフトバンクさん、ソフトバンクロボティックスさんのですね、WIZ <laughs> を活用させていただいてます。で、これは本当に、まあ、日常の清掃業務の効率化、まあ、人の削減みたいなところにつながるかっていうふうなところの観点でやらせていただいていて、でこれも本当にあの、まあ、特徴としては、やっぱり自動で。 マッピング事前にマッピングしておくことで、えー、あのお掃除を開始してくれてを、ね、<laughs> 定められたフロアを定められたフロアを自分で掃除をしてくれます。で1個あの、まあ、人の力をちょっと必要としているのが最初の動き出しのタイミングはあのマッピング、えっと、どのフロアを製造するかっていうのを Wiz が読み込むために QR コードを あの設定してるんですけど、その、まあ、QR コードを認識することで、あ、ここのフロアを掃除するんだなっていうのを Wiz が認識するような形になるので、その読み込ませる作業とか、起動っていうところには、今、あのまあ、清掃スタッフがつ、えー、きながら行っているというような状況になってます。で、これもあの本当にあのこの物件はす結構規模が大,大きくって、あの廊下もすごいあの面積があるので、まあ、この Wiz が、あの 活躍してくれることであの人であの掃き掃除とかをしなければいけない部分掃除機をかけない部分いけなければいけない部分というのがあの削減につながってるんじゃないかなというふうにやっぱり実際に使ってみて感じるところではありますね。<laughs> で、なんか一個こう、自分のこ,これはまだあの僕のただの考えみたいなところもタブに入ってるんですけれども、うんと、やっぱり実際に使ってみて、警備ロボット、清掃ロボットみたいなところは、あの将来的に本当に管理の効率化だったりとか、管理費、人件費の削減みたいなところが実現できるんじゃないかなっていうふうに思,、えー、っ,と思ってますで。ただやっぱり今の、うんと まあ技術というか、まあ、今の性,性能っていうところをベースに考えるとあの物件規模によって結構あの、まあ、導入できるできないってわ変わってくるのかなっていうふうに思ってます。っていうのも、えー、と例えば警備業務とかでいくと小さい物件とか中規模物件だと警備,さんの数って警備員の数ってそもそもそんなに多くない物件が多いのかなと思っていてでそのやっぱり 今のままだと人の力をこうゼロにしてすべてロボットにお任せするっていうのはなかなか難しいところがあるのでこういう今ロボットが活躍できるビルっていうのはある程度大きな規模のビルである程度やっぱりたくさんの人が関わっていてでその中のまあ一部の人間がやっている業務をうまくこう代替していくっていうようなあのまあ管理の関わり方 であれば十分にあのロボットの活用の仕方っていうのは現時点でもありえるのかなっていうふうに今思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、あとはですねあの、まあ、オフィスビルでロボットを活用しているので、あのロボットのこう移動方法っていうのがやっぱりネックになるなっていうのは実際に使ってみて思うところですね。で、あの、シーク先生、さっきの警備ロボットが フロアを移動するときはエレベーター連携させてるっていう風に言ったんですけれども、えっと、清掃ロボットの Wiz の方は、今エレベーターとの連携というのがま,あまだできない状態にあるので、フロアを移動させようとすると、やっぱり人の力であの動かしてエレベーターに自分乗せて移動させるっていうようなことが必要になります。それからあの、まあ、オフィスビルの運営をしていく上でうんで、 まあここは少し、まあ、決めの問題もあったりするんですけれども動線をどうするかっていうところが一個ポイントなのかなと思ってます。あの基本的にはあの我々そのスタッフの人間とか清掃員とか警備員って表の,あの皆さんこういらっしゃるオフィスワーカーの方がいらっしゃったりとかあの来会社の方がいらっしゃるところのエレベーターってあんまりこう使わないっていうのがなんとなくこう運営のルールみたいになっていて。 そうするとこう基本的に裏導線のエレベーターを使ったりするんですけどまあじゃあこういうあのいろんなあの管理に関わるロボットを活用する時にはじゃあその導線って裏を使うのか表を使うのかみたいなところっていうのも一個あの、まあ、決めの問題ではあるかなと思いますけどここもポイントなのかなというふうに思います。でそれから最後扉って書いてるんですけど。 ここが結構やっぱりあの大きな課題かなというふうに思ってましてあのやっぱりオフィスビルまあ、に限らずですけど建物の中には扉がいろんな扉がついてるのであのまあ、せめて自動扉であれば、えっと、ロボットがあの近づいたことを検知して開けるっていうのはなんとなくイメージはつくんですけれども、えっとこう 開き戸っていうんですかね自分でこう開けて閉めてっていうことをしなければいけない扉がある場所っていうのはやっぱりまだまだあのロボットが自力であの動いてあの扉を開けてまた閉じてっていうようなことはしづらいのであの、まあ、セキュリティの観点から考えてもなかなかあの、まあ、それを扉をじゃあ全部なくすっていうのは考えにくいところではあるのでその辺のこう折り合いをどうやってつけるのかっていうところがやっぱり一個ポイントなのかなっていうふうには思ってます。 最後ですけれども、うん、と技術進歩、まあこれちょっと、ちょっと日本語がおかしくなっちゃってますね、すみません。なんかあのまあ、お金の面だけ考えていくと、やっぱりこう技術が進歩していくと、うんとまあ、ロボットのこうリース量みたいなところっていうのも、あのまあ できることが多くなるとやっぱり単純にお値段も上がっていくのかなというふうに思ってはいるんですけれどもやっぱりそことのその人員の削減効果みたいなところのやっぱり天秤になるかなとは思っていてできることすごい増えたけどめちゃめちゃ値段高いですっていうふうになっちゃうとやっぱりあの運営側としては。 少しあの導入を踏み出せないみたいなところもあるので、まあ、このあたりは本当に技術,技術とお金の問題なので、我々がどうにかできるところではないんですけれども、まあ、今後どうなっていくのかなというところは、一、まあ、つポイントとしてあの見ていきたいなというふうに思っているところであります。はい、でここからはあの、まあここ、東京ポートシティ竹芝があのロボット実証としての場として、あの いろいろとイベントとかも行われているので、まあ、その様子を写真とともに紹介できればなと思ってあの作ったページになります。これあのこの物件が2020年の9月に開業したんですけれども本当にその開業のタイミングであのロボ東京ロボットコレクションっていうイベントがです、ね、実際に行われまして。 ここにいろんなロボット、あソフトバンクさんのうちのロボットがいますね、はい、キ,ュキューボイドくんっていうあの運搬ロボットもあるんですけど、はい、もう本当にいろんなロボットを展示したり、あの館内で動かしたりっていうような形で、あの開業イベントとも重なってたので、いろんなお客あの人がですねこのロボットを見ながら、あなんかこれ面白いねとかって、これ何ができるのとかっていうのを、こういろんなあのビルの至る所でいろんなロボットと触れ合うみたいな。あの 光景が見られてあなんか近未来感というかですねあのあロボットとやっぱり人との共存の時代ってもうすぐなんだなっていうのを肌で感じたあのイベントの一つでした。でそれからですねさっき直井さんからもちょっと名前が出たんですけれども <laughs> あっと。 私たち、東急不動産も実行委員会の,まあ一つとあの一社として関わらせていただいているイベントで、ちょっと先の面白い未来というイベントがあります。で、これあの、去年の2021年の7月にあの実施したイベントなんですけれども、あの本当にあのテーマはもうずばり名前の通りで。 あのちょっと先のこう面白い未来を体験できるいろんなコンテンツをあの提供しようっていうような趣旨で行われたイベントになってますでここでももちろんロボットがいろいろ大活躍してくれてですねえー、っとさっき言ったソフトバンクさんのキューボイドくんっていうロボットが、まあ、ロボットと一緒に働いてみようとかっていう,こうイベントをやったりですとか、まあ、ロボットプログラマーになろうっていうコンテンツであのいろんな子どもたちがですねあの 実際に体験してくれて、プログラミングみたいなのを簡単に勉強したりとか、あとはロボットを実際に操作してみましょうみたいな話もあって、あのこれは四足歩行のロボットですけれども、まあ、これもあの屋外のスペースで、この四足歩行のロボットをこう自由自在に走らせて、なんかこう、ロボットオペレーターの体験をしたりとか、それからまあメンテナンスですね、エンジニアになろうとかって、ううロボットに触れたりとか、個人的に面白かったのは、ロボット同士のプロレスのイベントが、うん、 あって、あのロボット同士で、こうね、リングの中でこう倒し、あの倒し合うっていう。盛り上がります、ね。盛り上がりますね。こういうのあると、すごい子どもたちもこれ喜んでくれて、あのすごく盛り上がったイベントの一つですね。で、あとはロボットビンゴ大会。このロボットがあのまあビンゴを読み上げて、人間がそれを聞いてるビンゴをするっていうような。なんかこういう司会、司会業みたいなのをロボットがやるっていうのも、すごい面白い考え方かなと思ったので、ちょっと紹介させて。 はいでもうこれイベントの様子なんですけどあのすごい皆さん興味やっぱロボットに示してくれてて左上の写真とかこれもの僕もすごいすごいなと思ったんですけどあのこれ皆さん分かりますかねこの白いのがロボットであのこれ中に今人間が乗ってるというか入ってるというか状態なんですね。であの この中に入っている人の動きに合わせて、この大きい白いロボットがこう、こう動かす、右手を動かすとロボットの右手も動くみたいな、自分の体がこうなんか少し拡大してるみたいなイメージの,あの体験ができるロボットです、ね。これが多分一番 このちょっと先の面白い未来のイベントの中では盛り上がったんじゃないかない。いや、体験できなかったです、うん。あ、本当ですか。これすごく並んでたので、そう,でそう。僕もあの、うん、隙があればやろうかなと思ったんですけど、なかなか時間がなくって、うん、あの大人気のコンテンツだったんで、ちょっと次回あればぜひって思ってるんですけど、あとは右側ですね、この写真、さっきあのロボットオペレーターの練習をしようっていう。 いうコンテンツをやったロボットなんですけどこれはあの、まあ、子供がですねあのこのロボットの動きを真似してこうロボットと一緒に、まあ、動いてなんかその光景がすごいなんだロボットと一緒にこうダンスしてるみたいなふうに <laughs> ちょっと動画じゃなくて伝わりづらいんですけどみたいな光景があってですね、まあ本当になんかこうロボットと友達になって一緒に遊んでるみたいなところの。 見れたので、まあ、こういうなんかやっぱりロボットってみんな子どもは興味あってすごい楽しんだ楽しくあの一緒に遊んだりできるんだなっていうのを改めて感じましたね。っていうところであのまあ、あとは本当にさっきオフィスビルで活用してる w i ズをまあ一緒に操作してみようっていう体験をしたりとか、まあ、ビンゴ大会みたいな様子をちょっと写真で撮らせていただいたので紹介させていただきました。みたいな形であの まあ、ロボットのこう管,理管理面での、まあ、活用っていう部分は引き続きあの東急不動産としても考えていきたいですし、まあ、それと合わせてあの、まあ、いろんなロボットを、まあ、体験できる場所というか、まあ、竹芝に来るとなんか面白いロボットあるよねみたいなイメージを持ってもらえるようにこういうイベントにもですね積極的に我々これからも関わっていきたいなと思ってますというようなご紹介。 を本日はさせていただければなと思ってすいませんお話しさせていただきましたご清聴ありがとうございますありがとうございます